テレビ朝日、報道ステーションのメインキャスターを務める富川悠太アナウンサー、43、が、新型コロナウイルスの感染検査で陽性と確認されたことを受け、同番組で共演しているフリーの徳永由美アナウンサー、44、のインスタグラムに心配の声が寄せられている。写真、照れくさそうに徳永アナとの婚約報告する内村照義、05年、徳永アナは11日にインスタグラムを更新。週末は新聞に目を通すことを明かし、速度を落として、普段見落としがちなことを、この際ゆっくり見たり考えたりできたらいいな、と綴っていた。投稿翌日に富川アナの新型コロナウイルス感染が正式発表され、フォロワーからは、どうか感染していませんように、富川アナのご回復をお祈りするとともに、徳永アナが感染していないことも願ってます。大丈夫ですか？今はゆっくり休んでください、と心配のコメント。また、内村さん、お子さん二人、同居しているご両親も濃厚接触者になるのですか？心配です。とりあえず家の中でもうっちゃんたちとは2メートル間隔やぞ、と夫の、うっちゃんなんちゃん、内村照義、55、ら家族を案じるコメントも寄せられた。関係者によると、富川アナは週明けの13日から番組出演を見合わせ。徳永アナも濃厚接触の疑いがあるため、同日から欠席する予定となっている。